ちょっと。何やらせんだこれ。僕見たことないですよ。これはね、タクロさんのデビュー前ですね。これもちょっと、このね、このタイトルは、はい、タイトルはわーい、カレーだー今夜はカレーだーねえねえ、早く次のコーナーとかなって1200円。だってこれ、この入れ物がまたなんか昔のカレーみたいですよね。カレーだ、ほんとだ。昔のカレーです。そういえばカレー、カレーだ。あー、お困りタクちゃんシリーズ。これいいじゃん。かわいいですね。タクロウさん、マッシュルームですね。
お困りたくちゃんですね。キノコカットの時もあったんですね。おじい、ちょ黙ってよ。黙って、ね、青い小鳥はどこに。目標を一言でお願いします。桜井さん、ちょっと待てよ。あと20年だろ。まあ50年というふうに決めたくないけども、まあこの先も今のようなペースで、行けたらいいなと思いますね。坂崎さん、まあ桜井と一緒ですね。気がついたら50年という感じですかね。高見沢さん、そうですね、本当に俺も一緒ですけど、まああえて言うならば、この二人と一緒にやっぱりライブ活動は続けていたいですね。素晴らしい。しまったしまった。 The Alfie の皆さん、ありがとうございました。我々も今間を持たそうとして一生懸命ですね。本当にね。だからそういうこと言っちゃいけないのよ。でも大体決まるね。これがオイラーポーですね。来た。お前ちょっと大きいんじゃない？俺よか。なんか主人公がそっちに映ったって感じだ。草刈り出かけの山の道、かよ
ちゃんと一緒じゃな。ポポポのポ。お日様ポ、お空でポ、おいらのほっぺもポ。ポポという曲でしたけどね、2曲聴いたからよかったですね。もうお帰りとね。いいね、この歌私大好きよ。これやっぱ僕が作った歌じゃないからね、メロディーはね。ああ、どうして私が好きな曲はそうになるのかしら。どういう意味だよそれは。いやいや、あのね、うん、今日マサさんから聞いたんだけども、番組始まるのに、なんちゅう顔しとるんだお前は。寝とんじゃないかも。寝てないよ。どこぞのバカぞ。ありゃ、あのなんじゃ、あのよ、早く言え、あのよ、うん、コマーシャルの、なんだっけ。そうよ、でしょ。そう、コマーシャルのコンテストみたいなものがあって、うん、CM ソングの、うん、CM ソングのコンテストが、うん、で、Have a nice day がグランプリ。グランプリってことじゃないけども、優勝したのか、なんかしないけども、なんか言ったでしょ、なんか良かったらしいですけどもね、うん、旅立ちの歌対抗したわけね。さあ、少し頑張ってみたんですけどね、うん、ちょっと違う、ちょっと違う、今度のスポンサーは違うけどもね、全然今度のね、うん、このハバーナイスデーっていう歌も非常にいいですよ、うん、もう最高に近々なまたね登場しますけどもね、うん、バロックですからね、今度は完璧なクラシックで、うん、素晴らしいですよ。知ってるくせにお前ら知らないふりして、うん、知らないふりしてない。だから私はね、それだけやろお前ら、一瞬ねちょっと聞いて、違うやっぱやろ、聞けだからね、うん、こういう時はやっぱり私はさ、そういうふうになんかこうなりましてね、そういうのが出るんですよっていうふうに言われたらさ、どう答えてか分かんないわけよ。そうね、出るのはね、皆さん聞いてやってくださいね、こういうなんかやったったか、そっから友人関係というものが生まれよって。友人関係じゃないでしょ。あそこ俺ら夫婦か、うん、だからとにかくね、なんとなく前田の人となんかこう先が進まない。進まなくない、全然進んでるよ割と。もうそう、うん、なうな感じで言ってるじゃない割と。そうか、うん、一つも聞いてる人もそう思ってると思うよ私多分。そうか、うん、お計算は素敵ねとかいろいろ。そうか、うん、思ってるよ。一向にそういう感じせんけどもね、うん。色っぽいということはええことなんよ。ええことは進んでやってみるもんよ。天然色写真を写してみんさい。僕らはもともと色っぽいはずよ。あんたにもうちにも思い出があり、嫁さんでももろたら話してみんさい。昔はものすごモテたんじゃけに、お前だけが女じゃありゃせんのよ。みんさいやかっこええじゃろこの写真。Have a nice day 富士から。Yeah.
しまうから、たまに閉じた露出器を拾い集めて温め合おう、永遠あるは何もないはるです。君は
ました。Like a hero, seven,
そこにはカリスマと呼ばれるシンガーがいました。吉田拓郎。
ったばかりの夕日の赤が水平線から漏れてゆく苫小牧発仙台駅フェリー、あのじいさんと来たらわざわざ見送ってくれたよ、おまけにテープを拾ってね、女の子みたいにさ、土産にもらったサイコロ二つ手の中で振ればまた振り出しに戻るたびに日が沈んでゆく、女や酒よりサイコロ好きでスペンテンのあのじいさん、あんたこそが正直者さ、この国と来たら欠けるものなどないさ、だからこうしてただようだけ土産にもらったサイコロ二つ手の中で振ればまた振り出しに戻るたびに日が沈んでゆく、沈む。